ちしちゃったけど、ノイズで止めとこう。ダミーで綺麗、やば。横のあの虹がいい足出してる。こういうことね、こういう歩けるってそういうことか。なるほどね、この下が公園なんだ。いいな、で人が歩いてる。寒い、手袋持ってくるの忘れた。光ってるわけじゃないのか。元からこういう色の床ってこと。下に上のかどかで床自体は白じゃん。あ、白い。寒い。ある意味イルミネーション配信、確かに。これ栗ご飯さんから。寒い、手が冷て。めっちゃ綺麗だなこれ。危ない。微妙な配色が、この横のやつが綺麗なんじゃねえかな。割と最近できてる。あ、そうなんだ。確かに、本当これイルミネーションだ。こうやって見ると本当に何もないんだね。外側に丸く。そうそう。すっきりしてるんだ。こんなスケール。え？あ、そういう感じ？あ、これさっきのあれ見えてたやつか。そういうことね。下が透けてるんだ、怖っ。ね、下の周りにあの店があった。なるほど。一番下は商店街っていうか、飯食うとか。ああ。飯食うとか10時もかな。そうなんだ。怖っ。これ下が抜けてんの怖えな。
見えてる景色は1階かな。お前近づくと濡れますよ。濡れんのこれ。ああ、本当だ。すげえ、都会チックだわ。名古屋頑張るね。観覧車見えなくなってきた。まあ、一言で言えばリア充がイチャつける場所ですね。リア充がイチャつく場所ですね。初めて見たかも、こんなちゃんと。さっきね、まさやさんに教えてもらった観覧車があるビルが SKE 劇場だよって言われた観覧車はあれだな、多分。ここに観覧車がある。見えないか。思ったより水量ないの。めっちゃ流れてるように見えたけど。どっから出てる？水出してんの？ああ、こう回ってんのか。あそこ、エレベーターの。ああ、こっちにこう来てるってことは、周してんのか、水の流れが。怪しい色だな、ここ。あれ？これ変わった？色はちょいちょい変わります。あ、変わるんだ。ビッタ、この地域だけこの色かと思った。いや、あの観覧車のところ歩いたら遠い？観覧車見てみたい。え、観覧車がなんであんなビルの合間にあるの？ビルの合間っていうかビルの上。上なの？なんでそんなとこに作ったの？あれ乗ってて何も見えなくね？見かけ景色はあんまり。だよね。何のための観覧車？あの周りのビルしか見えない。だよね。それもすごいけど。まあ、でもこっち側見えてるけどオアシス21が綺麗に見える。ああ。ここにいるとこれが今どう周りから見えてるのか分かんない。すげえな、色変わるのはすごい。いい記念になるんだ。新しいのこれ。ここに階段みたいなの何これ。おー、普通に階段で降りれるのこれ。階段が1本、エレベーターが1本。楽しい、階段で行こうか。下りだから。あ、暗いな。うわ、怖。これこの高さで見ると。はい、え、これどっから来たの？
こっちから来たの。バイク止める場所があったの。バイクを止める場所は予約できるとこがあったの。予約しなきゃいけなかったの。すげえなそれ。本格的すぎる。え、いやだって4台とか5台とか1台とかあとちょこちょこしかないからさ。ああ。そうなんだ。多分空いてんだろうけども、お気まぐれに何台か来たのは。ああ。でなんか一箇所予約できるってところがあって。へえ。1時間100円。予約料？うん、駐車料は？え、一緒。1時間100円。え、1時間100円なの？安っ。で、24時間500円くらいかな。すごい安いね。だから、とりあえず7時から1時まで行ってた。同じ日付けたら夜だろ。その後どんだけ増えてもさ、料金一緒だからさ。そうなんだ。100円基地っていうのは、シェーダーチとか、ここが地上。地上？いずれ宇宙船では飲食禁止だなって。なんでや。もっと下に降りると飲食禁止。今、俺が来たとこかな。それでその下に今いた、最初。下からこう下から、ね、イルミネーションスポットだな、確かにここ手が冷たい。すごいね。観覧車乗ってみたいな。本当だ、水がヒラヒラしてるんだ、あそこ。すごっ。これ外から見た方が綺麗だな。ね、これ下から見る方が。あ、じゃあいらっしゃい、タンポポさんだ。すげえな。観覧車の方歩いていける？地下道をくぐる感じ。このセントラルパークってこの看板が見えたんだ俺さっき。多分看板っていうか、夜のバージョンは初めて見た。だって夜やばいね。何の音？名古屋ヤンキーか。ちょっと待って、これ横断歩道の中。名古屋ヤンキーだ。名古屋ヤンキー、原付きヤンキー。原付きもいた。栄駅です。栄です。埼玉の方が都会？いや全然全然こっちの方が都会だね。これがこれと電波と一応こんな通ってないもん。こんなの名古屋飯テロ配信はないですね。なんで飯テロ？どういうこと？見てくれるかな。なんで？タモさん。足跡。あ、本当だ。久々に聞いたなこのパッポー。テクテク歩いてるタモさん。あ、そうなの？なんで？
コラボしてる感じ。村田森かな。ああ。名古屋飯ってカテゴリーがある？勝手に入れたんでしょ。で、ここがあの今ニコニコの町会見で。あ、これがこれだ。この看板が見えたの、さっきセントラルパーク。ちょうどこの辺でゲームの受付してたからね。スーパーだね。最近？お、結構最近だね。というかめっちゃそこに地上あったじゃん、駐車場。あ、でもこっち向きはあれか。あ、いけるよ。普通に地下に入れちゃったよ。地上の方が良かったな。ヤンさん、ヤンさんって言ってるけど、えい、どういうこと？ヤバトン、ヤバトン知ってる？知ってるよ。美味しい。なんかさっきヤバトンって俺コメントで言われて、ヤバトンネルっていう心霊スポットのこと言ってんのかと思って全然話が噛み合ってなくて。ヤバ町にあるトンカツ屋さん、あの、味噌カツ。あ、味噌カツか。観覧車見えた、まさやさんいらっしゃい。それ観覧車まで行ってみようってことになった。甘辛味噌カツが好きな人が美味しいんですよ。へえ。めっちゃこの辺栄えてんな。裏味噌が苦手な人にはちょっと八丁味噌だっけ、免疫の近く。現在地はあの観覧車を見に来た。本当だ。あ、もうこれマジでビルの脇だ。ビル の、 あの3階のところに。本当だ、ビルの乗り口があるんだ。乗り口があるドン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 キー。そんなこんな俺の大好物が目の前に。まあ、あのドンキーと SKE の並び立ってるっていうのはプルさんのパワースポット。確かにすごいな。なんでこんなレインボーなの、いつも。好きの俺は卵とじラーメンっていうのもある。名古屋行ってもドンキかよ。じゃあただドンキを見るとテンションが上がるだけ。あ、こっち行くと光が見えないんだよ。綺麗な、ほんとこれマジでビルにある。ビルの3階から持って、あれ何の絵が描いてあるの、両脇。アニメかな。ゴンドラ透明のがあるよ。透明？透明のはねえじゃん。下に全部ライトが入ってるから。え、なんか絵が描かれちゃってる、今。ずーっと、なんで撮らなかったって言ってみろ。俺が撮った。ヤンさんと乗ろう。乗らねえわ。周りの視線はどうでもいいけどね。どこってか、俺は SKE 劇場が見たいだけなんだけど。どこに SKE 劇場が、看板だけ映したい。ここに流れてはいるけど。
これだから下のなんだろうってどういうこと？柵？柵なんかあった？あ、確かにこれなんかやってんだ。何？ただなんかオタがさ、あれだね。グッズ交換会的なやつやね。ってことは今終わったの、あれが公演が8時半だし、こう言われたらそれっぽい人たちがいっぱい水槽みたいな、あれ上行ってみようかな、公演終わったのかな、おにきなりマサヤンさんがいたらウケたとか。え、何を呼んでんの、整理番号持ってるみんなオタが。何の何の何の整理番号これ。これ並んで、あっちじゃない？ずっと並んでるやん。何が売ってんの？普段はね、今多分何かあれじゃない？何かを整理番号配ってるから。今日も SKE は働いているんだね、そういうこと。オタがこんな並ばされてるんだ。でも分かりづらいね、これ入り口に持ってたなんか SKE シアターとか書いてあるんだね。ね、これだけだよね、普通なんかでかくパーンってあるのかと思う。普通に分かんない。ちょっとあれ、くまモンの CD 探してみた。ステアがあるから、ちょっとくまモンの CD。 行列のケツがどこかわかんない。それがさっきの下で並んでたのが裏で階段があるんだ。多分160何番、260何番だった。あ、ここにあれがある。タイトルはくまモンモンね、OK？ もうこれ持ちながら俺買うの恥ずかしいな。買うんかいって話だよ。販売 CD あんの？これ？これがコラボしてんじゃん。なんでこれ？このキャラが書いてある今。絶対興味ないですよ。興味ないのに撮ってる。も興味ない。中に入って一緒に撮ろう。これは無理だな。ふわっちだったらやってもよかったけど。あれ？下がどこ？
もう5分なの、ちょっと待ってよ、クマモンモンガ、あれちょっと待ってよ、ヤンボーイはヤンボーイ、ヤンボーイなんか撮ってるよ、あれ販売 CD 売ってんのこれ、レンタル？レンタルっぽいの？半分ね、半分。レンタルしかないよ、レンタルしかない、レンタルしかない、どこに販売があるのか分かんない、販売してないんだよ、いや、販売してない、レンタルしかないみたいな、レンタルだけっぽいよ、最近そういう機会が多いよね、ないね、とりあえず一回放送切ろっか、これ くまモンの CD、ね、あんま長く入れてるの、俺つい止めてる駐車場が10時までだから、すいません、お疲れ様です。